マ,マイクのチェック <laughs> はいおはようございます増田恵子です皆さんケイさんとかケイちゃんとか言ってくださいはーい増田さんと言われるとちょっと緊張しますほんとですかな <laughs> えー、なんか <laughs> じゃあ本番行きますケイちゃんよろしくお願いしますお願いしますお願いします さんカランコロンの後、はいー。いカランコロン、イクエがバタバタと来るそこですね。<laughs> ちょっと波々、はい、大変よ大変。どうしたんですかイクエさん。UFO、UFO、うん、UFO 私 UFO を見ちゃった。あ、どんな UFO でした？西の夜空にポワーンって光がひいてて、で何かなーって思ってたらいきなりピューって走って消えちゃった。うん、なるほど。はい。 ナミナミはさ、何回も UFO を目撃したことあるんでしょはい、三十回は見てますねねえねねねねえナミナミけじゃん大変 !UFO よ UFO! ママも見たのうんなんかね、ゴミ出し捨てたらねなんか UFO 降りてきてさ中から銀色の宇宙人がにょろーと出てきたそれ、くそくそくさママ、あんたがその宇宙人じゃないのえい、い、い、だってこんばんはイクエちゃん、お久しぶりですやっちょっと 今、UFO の話してたら、増田さんじゃありませんかええ、そうです。増田です。ピンクレディの増田恵子さんですよ、ちょっとみんな。こちらが、あの UFO を歌ってたあの方ですよ。今でも歌ってます。今でもね。今でも歌ってるのねもちろんです。もちろん。 すごいわよこちらがなみきよしかずさんなみなみです。なみなみです。はじめまして。はじめまして。マジマジしてるこちらがママ。あよろしくお願いします。あほんじゃ。ちょっと本当に。どうですおもしれって。あのけいちゃんこのねお店虫の知らせは来てくださった方に何でも好きなものを本当に出します。あら。 本当ですか。何がいいです何でもいいですか。私ね、たくさんあるんですけれども。言ってください。えっとね、まずはヤギのチーズが大好き。臭そうだね。え臭いけど美味しいのよ。なんか口の中にヤギの放牧されてる。ああ、もう大好き。それと、あとね伊勢海老の刺身。大好いい。おむつ美味しいでしょう。はい、それから生ハムが。もうこの三つがあったらもう。はい。 幸せ。高級品ばかり、ありがとうございます。しましそれでは、ママ、<laughs> 準備をよろしいかしら?。全部お願い。お任せください。<え>全部いい?。ちょっと、ちょっと待ちなさい、いろいろあるんだから。あ、そう。はい、<laughs> はい、用意します。ね <laughs>。

わー美味しそう、うん、はい、はい、これをありがとうございます、はい、あと <laughs>、まあ、なんということでしょう。手で左であお手で左で、うん、はいありがとうございますどっちがどっちなんだろうえあのねあうん

え？かけたほうがいいかないやいやもう好みだってこれは普通のオリーブオイルですかあのトリュフのもあったんだけど若干ちょっとこうどうかなと思ったんで普通のやつを持ってそれがいいですねトリュフは若干苦いんですよ苦い。ちょっと癖がないですねライムはしぼったらいいはいはいじゃああさみこしさんからはいどうぞはいお待ちどうさまです ほらちょっと豪華でしょ豪華うれしい器まで冷やしちゃった何のチーズはどちらチーズはないわよチーズとかとか今日はね生ハムメロンにしたのちょっとこれだってすごいんだからすごいでも一軸も入ってるし生ハムが何種類かあるんですかきた イタリアさんとフランスさんわー、わお、嬉しい、すごいちょっと百グラムウンゼニエももちろん、そうよ、百グラム、そうなのよ。これってそうオリーブオイルが来ましたけど、オリーブオイルもかけますか？私はね、まずはかけないで、かけない派でかけない派です。じゃあ皆さんかけない、はい、わー嬉しい。ちょっといただきましょう。いただきます。いいの？もういただいて。はい。食べる時になったら上着脱ぎましたね。じゃあ、食べる気まま、食べる気満々ですね。はい。 いやーでもよかったなんか食べてるとこなんか見たことないから嘘ばっかそんなバナナしか食べてないイメージがあるからバナナとリンゴとクッキーしかね本当とよかったはい召し上がれはいいただきますこれこっちはフランスさんそうですねはいフランスさんはねジャポンドバイオンとキタイタリアさんはねクロデデデデッドって言っても分かんないと思うけどさ そういうお店で買ったみたいよすごいのちょっと。え買ったみたいよって誰が？買ってきたの。リクエストで。うわ手前がフランス。手前がイタリアさん。イタリいただきまーす。どうぞ。これってやっぱり一汁とかそういうのと一緒に食べてもいいかな。美味しい。幸せ。美味しい。これとお茶は寂しい。 本当はですか昔は昔は日本酒一生とか飲んじゃったことがあるんですけどでも今はもうシャンパンだったら2杯白ワインでも2杯赤ワインでも1杯ぐらいかなそれで最近は特に弱くなったらしくってシャンパンに氷3個入れて飲んだりとかしてるの。 邪道だと思ってたんですけど、カシオ美味しいこの塩加減が。チクと一緒に食べるとかなかしなさいよ。今食べましたいじゃん。一 <laughs> 汁がめっちゃ柔らかい。かいうん、生ハム大好きなんですけど、うん、フルーツと一緒に食べるっていうのがなんかちょっと。邪道、うん、ですか。邪道ではないですけど、<laughs> ええ、なんか甘いのとしょっぱいのが、うん、はいこう混ざるのがなん私としたらちょっと苦手。あら、うん、なんか別々に。うん なる本当になんでいう食べ方するんだろうとかって思いましたよね贅沢に贅沢合わせちゃったらねわけわかんないじゃこのライム絞ったらまたちょっといいかもしれないうんいしいメロンですかうんメロンも甘いおいしいメロンが甘いそしてこの塩気といいですかねうんまたこのライム絞るといただきますうん。うん

大好き大好きここにキャビアなんか乗ってたら最高だね飲み物も赤いものがあったら最高だねそろそろなんか喋ろよって怒られそうだキャビア買いに行ったらなかった本当にキャビア買いに行ったんですかキャビアがなかったそうですすみません大丈夫うんうんうんしい美味しいえこれずっと食べてていいのいいですよ全然いいですよ 食べながらやってくれる。そうですよね。えこちゃんさかずっと真剣食べてるから。すいません、そうなんですよね。ね、これで乾燥しちゃうしね。ええ、でも。やっぱこういった、お上品なものが割とお好きなんです別よ。上品、いや、そんなこともないですよ。肉じゃがとかも作りますし、結構家庭料理とか大好き。だから、お正月なんかは、えっと、結婚してから毎年、おせち料理作って。そうなのよ。ちょっと。 本当イちゃんがご結婚されてるってんかどうしてもイメージがこうよく言われるでしょうよく言われますいまだにもう結婚して20年ぐらいかなうそうなんです家庭的なイメージは前からあったんですけどそうですかいやでもなんかよく映画とかドラマでもえっと 監督さんにいつも言われるのは、ケイちゃんは日本一格好着とかエプロンの似合わない女優だねってよく言われてます。家ではどんな格好してんですか。家ではちゃんとちゃんとちゃんとってどういうこと。ちゃんとえ家で家ではあの普通の格好ですよ。なんかもうピンクレディっていうイメージがずっとあるとなんかそうなんかもうすごいあのね膝までのピチーっとしたブーツを履いて。え 家で、としたら、スパンゴルのみたいな感じだけど。うん、でも、家ではあの、そうね、ストレッチがしやすいように、いつも動きやすい格好とか。はい、してます。なるほどね。はい、でも、ずっと三十年近くクラシックバレーもやってるので。うん,うん、なんかこう、常に、あの、ストレッチしたりとか。うん、はい、常にこう、何かできるような、そんな格好してます。はい。 ピンクレディーとしての活躍活動っていうのは本当短いんですよね。そうですね。えっ、ー、と四年と七ヶ月ですよね。はい。でもだから今年でソロ活動を始めて四十周,周年ですね。んんでねはい。でもそのピンクレディーとしてやってる時ってあまりにも忙しくてそんなに覚えてないんで,ですよ、ねはい。いや。うん あの結構一緒にお仕事させてもらったんですけど、ねうんうん、ピンクの百発百中とかって覚えてますか？あ覚えてます。覚えてるの。もうあの時は多分もうアメリカの仕事とかもあったりとかして、だからちょっとなんだろう行ったり来たりもあったのかなと思うんですけれど、でももうそうですね記憶があのなんだろうくだらないことを覚えてたりとか。でんどんなこと？えっと。 とそうですねあそこでうちのマネージャーが「なんかケーキ食べる?」って言って「いらない」って言ったら本当に自分の分だけショートケーキ買ってきて1個だけそれで「いらない」って言ったのに買ってきてくれって春日さん優しいと思ったらあのハンドル握りながら。 自分の分だけ一個だけパクっと食べて、とか。<laughs> それ、みーちゃんも言ってたと思う。<laughs> <と>確か、そう、びっくりしたけど。<laughs> はい、そう、あの当時って、<laughs> うん、例えば、なん、なんていうのかな、コンビニとか。で、楽屋にもお菓子とか、お弁当とか置いてなかったしなから。<laughs> はい、だから、私はいつも車に <laughs>、うん。 バナナとリンゴと外国の丸いクッキーの大きな缶を積んでそれをちょっとむしゃむしゃ食べたりとかそんなだからもう一個今思い出したんだけれど「スター誕生」のゲストに行った時に浅野ゆう子ちゃんが「けいちゃんマネージャーさんプロデューサーさん探してる?」って言って。 だあ誰かが言ったので「あれ春日さんどっか行っちゃった?」って言ったら優子ちゃんが、うん、あけちゃんさっきねあのなんだっけ食堂どっかで、うん。うん ラーメン食べててたよ一人で <laughs> えって <laughs> 私たち何も食べてないのに春日さんそれラーメン事件って言ってた <laughs> で帰ってきたわけねそしたらえ「どこ行ってたの春日さん」って「いや打ち合わせにね」ってから「<laughs> だって歯におのりついてるよ」<laughs> とかそういう面白いこと覚えてるのね面白いこと,、うん、いこと覚えてる。あととはは仕事のことはもう 全然覚えてないですよねよあの当時ってほら、うん、バラエティーでも、うん、あの歌番組でも何でも歌,、うん、歌うことがすごく多かったじゃないですか。うん、で人のカバー曲とか歌も覚えなきゃいけなかったりとか。うん、あとはもうほら、うん 替え歌が多かったりとか全部振り付けもあったからそうですねピンク・レディーとしては本当に大変だと思うでその頃結構ケイちゃんのイメージはんかもうちょっとこうねご飯も食べてられなかったからなのかもしれないけどんか倒れちゃうとか盲腸になっちゃうとかそれもね2か月くらい前からすごい背中が痛かったの。 で春日さんに「背中が痛いんだけど」って言ったら「忙しいからしょうがないね」って「そうね」って言って終わったわけ。それの2か月後に突然あの忘れもしない TBS に入って、うん、それで今日はあの「久しぶりに何か食べれる」って。 それで出前頼めるよって春日さんに言われて「うん、えじゃあ親子丼」って言って、うん、でよ親子丼来ましたで蓋開けて食べようかなと思ったら「あのめちゃくちゃ行くよ」って言われて<ー>で蓋,し蓋開けないでそのまま階段上がってったら「う」ってなって。うんうん 倒れちゃってで医務室行ったらなんか盲腸のようだけどなんかちょっと違うなって言ってそのまま前でけか,かに運ばれたらもう腹膜炎でで先生もあのお今お腹切ったら9日か10日後に武道館のコンサートがあるからちょっと散らしてくださいって言ったらもう十分散ってるからって先生に言われてでも緊急手術で。ええー、そう それで十センチぐらい切られてお腹をね、<う>お腹切るとだって歌う時のなんかこう影響があったんじゃないんですか。あります。うん、でそれもなんかなんだったかなえっ、ー、とこれなんか麻酔を打つっていうか先生それって局部ですか全、うん、身ですかって聞くと、うん、局部だって言うから、うん、今しか寝れないから全身麻酔かけてくださいって言って、うん、で全身全身かけてもらって<ー>それでまあえっ、ー、と切って、うん、でも。 腹膜炎だから縫えなくてえーあのお腹中に海がもうちっちゃっててち、えー、らなかったのっていうか私猛蝶だとばっかり思ってじゃなそ切ってすぐにまた、ね、戻ってきたっていう話であ違う違う違うえーえー、お腹に全部にちっちゃってたっていうことっちゃってたのそれであの十センチぐらい切って で中にガーゼを詰めてで毎日ガーゼ交換しなきゃいけないわけ、うん、でそれがまた、うん、痛痛いいでしょ、ま、痛い取るのの痛いの、うん、取って消毒してまたガーゼ詰めるって1日2回それをやってで普通は2週間入院のところを8日間だけ入院して、うん、であくる日リハーサルしてその次の日武道館の初のコンサートをやったんです <laughs> お腹か空いたまま。で あの衣装に染みてきちゃうと嫌だからって言ってあのラップを巻いてコンサートやってうんでもうその院長ョウがもうあの僕はもう先に持たない。 って言ってたんですけど当日はちゃんと府庁さんと一緒に来てくださって見守ってくださってでもその時ももちろんあのガーゼがお腹に入っててっていうようなすごいそんな感じですから<え>そうだからねそれはよく倒れるわ<え>その後もね振り返ってみても自分よく頑張ったなって思いませんやもう本当に思います<え>でも本当に歌って踊ることが大好きで<え>そうだから ね、コンサートのチケットも売れてるしみんな待ってるし、うん、でしかも私が入院してる間みーが一人でお仕事してたし、うん、とにかくあの。 復帰しなきゃって思って歌いたいし踊りたいって言ってだからその時のステージで出た時の気持ちはもう本当にもう幸福感100%で嬉しかった本んだって痛みだってあっただろうし不安ももちろんあるでしょうしいやどんな気持ちでその舞台から景色をこの客席を持たんだろう,う,う、ね、ここで死んでもいいって思うぐらい幸せだった、うんうん だから毎日のように大勢のね不安の人たちに囲まれてどこ行っても今は声が出されないけどみんなにわあギャーみちゃんけちゃんとかって言ってビリーとかって言ってもみんなに常に声もかけられで注目もされ大勢の人にそうやってねあの応援されててまあ武道館も特別だったでしょうけどこの時は休みたかったなっていう感じじゃなかったですか全然。 ととににかくステージの上にいることが大好き、うん、だからそのまあ毎日東京にいるともうテレビばっかりで、うん、どこにいて何してるのかっていう感じじゃないですか、うん、何の番組かもいく児もね、うん、あまりよく分かってない時もあったと思うんですけど、うん、でも地方に行くと、うん、やっぱりファンの生の生声を聞いいたりするじゃない、うん、だから地方はあのビタミン剤を入れる場所。 ああ自分のみんなからいっぱい応援してもらって、うん、あよし頑張ろうと思ってそれでまた東京に帰って5日間頑張って平日頑張って、うん、土日地方のコンサート行くっていうだからみんなの応援が自分のエネルギーになってた。へ<ー>うーん では見てると今すごく健康的なね感じがするんですけどさっきもバレエも30年もやってるしとかでしたけどやっぱり日々自分自身をそのこう体のこととか健康だけじゃなくて美容もそうだけど日々気をつけてやってることってあったんですかその時あの,あの当時あ今今もはね本当にもうあの まあ4年7か月はね壮絶な日々ではあったけれどでもあの経験というのは誰もができる経験ではないしそして今の自分のこう礎になったっていうかそういったあの青春時代だったのでだからあの経験をしたからこそその後の人生が本当にあの楽なんかちょっと辛いことがあったとしてもああの時と比べたら何でもないって思えたり。 本当にだからその幸福という幸せという価値観っていうのがあのはっきり見えてきてるしまたあの時代をすごくこう感謝する気持ちというかね自分の,あのその後の人生の羅針盤になっていてだから解散した後の人生ってご褒美,ご褒美,ご褒美だって死んでもおかしくなかったわけじゃないですか。ね。 だからね本当にそしてまたその当時って自分があのどれだけの例えばなんか売れてるって言われてもわからないの<ー>そんなことにこう目をやる時間もないしこう耳から入ってくることもなかったのであの当時って皆さん忙しかったから自分たちだけが特別とは思ってなかったんですね。えー、本当にいいやや全然だから、うん ててだって月曜日ね番組歌番組がいろんなあってまあ収録もあったけど NHK の、はい「Let's g o y o u n あってそれから日テレではあののあ「紅白歌合戦」とかザッとあのトップ10になって、はい、であとフジテレビで「夜のひと、はい、その三分 ね三つの番組に出られる人はいなかったんですよ、うん、色とリハーサルがダブってたりとかするから、うん、だけどピンクレディさんだけはその三本掛け持ちでダーッと出てましたもんねそうですね、うん、でもその前にもデコボコ大学とかいうのがあってはい、はい、えっと代々木の方で収録があったりとか、うんうん、だから前の月曜日って私たちが読んで,、はい、でテレビって月曜日って何本やってたかわからないぐらいでヒットスタジオが 終わってからもあの当時って確か12時ぐらいに電気消えるだけなんだけどだから12時以降はラジオとか、うん、取材とか、うん、あとコマーシャルとかレコーディングとかで、はあ、レコーディングをそこにあるんですよねそうでもねレコーディングが一番好きなお仕事だったから<当>レコーディングとコンサートが一番好きで、はあ、そうだからもうレコーディングも時間がないから 飯田さんってね、プロデューサーとかディレクターが、うん、もうオッケーってすぐ出すの。うん、でも、え、これでオッケーですか?うん。もう一回やらせてくださいって、うん、いや、もう時間がないから、いやいやいや、これ、もう納得できないって言うとう、ね。だって、寝る時間なくなっちゃうんですよ。いや、寝る時間は関係ないです。でだって、ってそれを、皆さんが、やっぱり、貯金して。うん、ちっちゃい子たちが、レコード買ってくれるわけじゃないですか?<ー>。だから、あの当時って、自分が満足できる仕事、をやった。 ことがないのもう常に常にこう不安なままちゃんと覚えたかなとかそんな感じでお仕事してたからそれはそれは精神的にきつかったからだから寝る時間も割いてでもあの自分が何とかステージに立てる怖いけど本当にできるかなって覚えたかなってそんな感じのお仕事してたから<ー>。うん、なんかもう一生分の仕事をしちゃったんじゃないかっていうぐらいにめっちゃ。 じゃくちゃに詰められてたじゃないですかそうね。だからちょっと解放されたいなとか、少し休みたいなっていう。そ,っちそれはないです。ぎょ本当に。ね、<laughs> うん、あのもっとちゃんと、あの覚える時間。曲を覚える時間とか、<laughs> レッスンする時間を作ってくださいっていうのは、事務所に何度も頼んだことはある。 うん、だけど「いやいいよ」ってあの大変だったらもういつでも静岡帰っていいよって言われてもうやめていいんだよ、うん、っていうそんな感じそうそうだからいやいやお仕事がしたいけどもっと自信を持ってステージに立ちたいから、うん、なんとかその時間だけでもってお願いしたけどそれも叶わなかったですけど、うん、でもそれでもあの自分の持ってる時間200%は出して頑張れたから。 それはまああの大きな手術はねしたけれども、うん、それ以外のことは、うん、あのまあまあなんとかお仕事はできていたので、うん、でも体は確かに体よりも精神的にきつかかったかななるほまあでもそうやってみちおねこのみーちゃんとけいちゃんとって二人で助け合いながらやってたけど、うん、ソロになるって決めたのはどっち、うんうん 力っていうかそれはねなんか流れそれは自分たちで決めたっていうよりは決めざるを得ないような状況になったっていうことの方が正しいかもしれないんだけれどでも多分精神的にはもう4年7ヶ月がギリギリのところだったのかなっていうふうにはもっとこう。あの レコード大賞を取った時にね、うん、あこれでやっとあのスター誕生でプラカード上げてくれた相馬さんとかあまり期待されてなかったけど一生懸命あ<ー>あの応援してくれた飯田さんとか土井<ー>先生とか阿久先生とか徳田<ー>先生とか本当に少ないあの人数だけど絶対あのピンクを打ってやるって頑張ってくれたみんなにやっとお返しができるかなって思って。 ちちょょっっとと大きな荷物をちょっと横に置けた瞬間だったのだからそのレコルード大賞に名前呼ばれた時に私もなんかな,なんだろうなあやっと荷物を置けるみたいな嬉しいよりもそしてこれからもっと100%お仕事を自信持ってできる時間をきっともらえるだろうしもらいたいって思ったので。 そここが大きななんかかうう自分の分の岐点いだから「そのピンク・レディ」で皆さんに応援していただいたあの楽曲はもうもちろん大好きなんだけれどうん、うん、でももちろん歌って踊りたかったんだけれど、うん、なんかこうブームみたいなことであまりその歌唱力とか実力を評価されなかったからうん、うん、なんかもっと自分たちの 歌唱力とかそういうものをちゃんと聴いてくれて見てくださって自分たちがあの本当はソウルフルな曲を歌って踊りたかったのでそうんこれからそのソウルフルな2人のハーモニーを聴かせられるような大人な楽曲を歌っていけるようになるっていうふうにあの確信した時でもあったのかなって思う今は思う。 ケイちゃんとしてね、そのソロになった時って、はい、なんかこう静かめな歌だったじゃないですか。はいはいはい、そうですね、うん。あれは自分の希望もそうです。入ってた。あの、うん、えっとゆかちゃん覚えてるかな。中島美雪さんか。そうです。あのさわ桜田淳子ちゃんがね、はい、<じ>幸せ同じ幸せ芝居っていう曲をザーベストテンで私初めて聞いた時に、はい、なん。 でいい思ってあ思い中島みゆきさんの曲だっていうのを知ってみゆきさんって私が高校時代ヤマハのプロアマで、うん、あの活動していた時の大先輩なんですね、うんうん、その時時代がすごくあのヒットしていてあこんなふうに私も自分の,、うん、あのポスターが浜松の山にこうやって飾られたらいいなって憧れていたんですよね。<ー>で で純子ちゃんがそんな素晴らしい曲歌ってて私ももしソロだったらこういった大人なあの曲詞を訴えられるようなこんな曲歌,歌いたいなって思ったのがすごく頭にあってそれであのまあ4年7か月活動した後新たな会社に行った時にあの社長さんが「けいちゃん誰の,あの曲を ソロのデビュー曲として歌いたいって聞いてくれて、そんなこと。言ってもいいのかなと思って。ああそうですよね言。言うだけ言ってみようと思って。ああ希望なんかなかなか言えなかったですもん、ね。そう,そうで私たちね。そうね。そうでしょう。だから。え、えっと、みゆきさんの曲が歌いたいって言ったら。あ,あ,あ、そう、結構意外だったみたいで。あ、そうって。<ー>でも、ミゆきさんに書いてもらうんだったら。一曲しか。出来上がらないよ、きっとと。たって、一曲だけ。で、それも。気に入らなくても返せないよ。 って言われたの<ー>でも美ゆさんだったら私全然大丈夫何でも美ゆさんの曲だったら歌いたいって言って、うん、だけど本当に叶うかなと思ったら割と早いうちに美ゆさんのデモテープが届いて「すずめ」の。じゃあそのデモテープって美ゆさんが中島美ゆさんがご自分で,ご自分であのアコースティックギターを弾いて、うん、あそれカセットテープに入っていてそれを聴いた時にもう号泣したんですなこれ歌えるんだと思って。 ででも難しかったですレコーディングはすっごく難しかったんですけどでもあ初めてのソロ曲もちろんあのピンク・レディーで出したアルバムの中にはアク先生と徳倉先生が初めて書いてくれたソロ曲もあったんですけれどもでもまあこうしてソロとしてあの 出発するときにこんなメキさんからプレゼントいただいちゃって、なんて幸せだろうと思って。うんうんそうだから私が歌いたくて歌った楽曲です。み、うんな、うんはい、の中にも。 ピンク・レディのけいちゃんの踊ってるイメージがあるからふっと立って静かに歌ってる増田恵子さんっていうのはすごく意外ででそうね私そこまで考えてなかったんですけれど別にんか策略が出そうだったわけじゃなくて。あえてイメージを変えなきゃっていうわけではなくて。 そんななことは一切考えてなかったですね、うん、でレコード会社もあのもともとはビクターですけれどワーナーになって、うん、でそのスタッフもまた、うん、あの皆さん素晴らしい方ばっかりで,、うん、でレコーディングの時にもディレクターが澤田さんっていう方であのケイちゃんの声はすごく魅力的な声だし個性的な声でいいんだけどこういう悲しい曲を歌うとあまりにも重たくなるから。うんうん 歌詞の意味考えないでもっとさらっと歌った方が聴いてる人が胸にドーンとくるからあのもっとさらっと歌ってって言ってあのレコーディングが3日間あったんですけどもう3日間ともう NG だらけ。へ<ー>そうでまあすごい3日間もあったんですか今まではもうすぐ「はい」はいて、は、よ、い、みたいな感じで23、はいうん、日かかっちゃっても NG で、うん、どうしようと思って。でで、ま、予備で撮っといた1日、うん でそっか分かったと思って澤田さん分、うん、かったじゃあ私何も考えないで歌うって言って、うんうん、それが一発オッケーだった。へえ<ー>。そう、はいう気さがあったんだ。歌って歌詞をこう自分ですごく感じながらまあ特に私の声っていうのはすごく多分。 重たさもあるし何かこう説得力がありすぎるのかもしれないからだから「あ今夜お家帰ったら何食べようかな」とか全く違うことを一生懸命考えて歌詞はただひたすら口から出るだけで感情は一切込めないで歌ったあの楽曲がもう OK もらって。 そうか改めいすごい勉強しちゃた中島美希さん作っていただいたスズメ中島美希さんもけいちゃんを見てイメージしてそれでス多分そういうどっかをあの感じたんじゃないかな私の中に直接なんかお話ししたりとかってなかったんですかないです聞いてみたいですよねねねなんでスズメだったんだろうそうですよね なん、ね、でだろうはあでもそれからデビューしてその,、ねうん、そのデビューされて、うん、で結婚って自分で結婚願望あったんですか結婚願望はね若い時あったんですけれどでもそれが亡くなった時にあ私はもう仕事一本でできていこうって思ったんですそれが2 5六五歳ぐらいかな。 25歳ぐらい早くな？<laughs> <laughs> え、二十五六の時にもう仕事一本で行こうっていう風うに思っちゃったの？はい,は,いですはい。でそれまではもう結婚結婚結婚ってだってぐわーっとすごいお仕事をぐわーっとやってる時じゃないですか？そうですね。まあまああの自分の希望とか予定とかっていうのはそう思うようにはならないじゃないですか。だからあそうか仕事は絶対裏切らないしもう 歌手になりたくて三歳の頃から自分があの歌手になりたいっていう夢を掴んだわけだからとにかくもう仕事一本で生きていこうって二十多分五歳ぐらいの時に決めたんです、うん、だから一切なかったです結婚願望じゃじゃあどういうきっかけで結婚にいやそれがね結婚って勢いみたいなもんありません私ね勢いなのかななんなんかねたまたまその えとまあ今の主人と主人の兄夫婦と食事してる時にお前らいつ結婚するんだみたいな話になっていやいや結婚する気ないからっていう話をしてたんですよ。うん、そしたら突然兄が目の前で倒れちゃってそのあのあ主人の兄がそれでなんか、えー、と記憶がなくなっちゃったら記憶っていうか何えっ、ー、と何だろう何失神しちゃったの。 とと思ってつこと震えててこ、うん、うどうしようどうしようってなって、うんうん、そしたらなんかお姉様が「でも最近よくなるのよね」って言ってて「えっ?」ってなってで主人もびっくりしちゃって、うん、で突然なんかこうちょっとマッサージしてたらなんかむくって起きてそれで「お前らどうすんだいつ結婚するんだ」って話になっちゃってもう「え今のこれって何?」と思ってそれでそ,あのそこに後ろにこうカレンダーがあって「うん、と。 あの6月に結婚すると幸せになるってね昔から言われてるし、うん、ちょっと6月めくってみろみたいな感じで、うんうん、それで、えっと、6月23日が対案だったんですよ、うん、でお兄ちゃまたち夫婦も6月に結婚して「この日がいいからこの日にしろ」って言って「え,えっと、ちょっと待って」って「俺が目の黒いうちにお願いだから結婚してくれ」って言われて「うんうん、ええー、分かった」って。 って言って、二人で、なんか。分かったって言って、それが。っゃ本当にそういう気はなかったの。け。なかった。お互いになかったの。ああ。お互いにいい、そのボーイフレンドガールフレンド的な、このまま。の距離感でいこうかうん、うん、うね、うって感じだったんですか。そうそう。で。主人も、えっと、一度結婚したことがあるんだけど。あ,あの、離婚歴があって、もう。全然結婚に、なていうのか。希望も、何も持ってないっていうか。うん、だから。 お互いにちょうどいいっていうかねなんかそういう感じででもすごく気は合ってたし主人の,あのお母様が亡くなったお母様がすごく私のことを可愛がってくれてたので<ー>なんかみんながそういうい感じだったわけ<ー>それでい,いくつでしたっけ結婚れたそれ44歳の時ですね<ぁ>それでえっと「あれ今日何日だっけ?」って言ったら4月の、えっと、14日だったんですよ、うん、そのお姉ちゃま。 倒れて「じゃあ,、うん、あ分かりました結婚します」って言った日が、うん、であれ今日って4月1 0日って私の父さんの命日だってなってっ本当命日の日にそういうあのいあアクシデントじゃない、うん、な,んなんていうの、うん、なんかそんなことがあったので、うん、えなんかうちの父が心配してもそろそろいいんじゃないかっていうことなのかなって後で思ったんですよね。 れれあるのかも <laughs>、うん、かももしれないですそれで初めて主人と主人の兄夫婦と一緒にあのうちの母とかうち、ん、の兄とかとみんなでご飯食べた時に私の私の兄弟と母も主人を見てあお父さんそっくりって思ったんですって。えけいちゃんはそう思わなかったんですか 私ねそうは思わなかったその時は思ってなんかそれまでは思ってなかったの、うん、だけどなんか初めて会った時に、うん、なんか親戚のの人みたたいいっていう感じがしたのなんかこう<ー>なんか血縁関係があるみたい<ー>なんか昔知ってた人みたいな<ー>そんな感じ前に会ったことあるかなぐらいの感じだったうんそうだから なんかお互いに今でもなん、なん、なん、あれって、なんでだろうね。<laughs> <laughs> なんか、なんで結婚したんだろうねみたいな感じ。あ、そう。で,でも、なんか結婚し、うん、まあ、した後っていうか、あ。ご先祖様がすごく喜んでくれてるんだねっていう感じ。ああ<ー>。うん、そうなんですね。ううで,すねで、主人の、あの、お家のお墓に行くと、もうすでに、あの。 稽古って私本名は「谷圭さんの慶っていう字なんですけど、うん、です恵じゃなくて、うん、谷慶さんのなんのなです、うんうん、そしたらもうすでに慶子っていう人が亡くなってあの墓石に彫られてるんですだから不思議な気がするんですけど、うん、あの主人の母が言うには、えっと、初めて会った時に「あっちゃんの慶の字って私が最初に 産んですぐ亡くなっちゃったこと同じって言ってそれですごい可愛がってくれたみたいでだからなんか最初の主人のお姉さんに当たる人がケイってなんかねちょっと不思議な縁があるのかなって思ったりした本当ですねなんか今このメモに煮込みの女王っていうのは目に入っちゃったんだけどどういうこと煮込みなんかねあのそう 煮込んで煮込みってあのなんだろういろんな例えばお野菜とかね <laughs>、うんうん、シチューだったりカレーだったり、うん、あとは豚汁だったりとか、はいうん、あとおせち料理なんかは全部さ里芋は里芋人参は人参とかって。 それぞれのお野菜のおいしさを出すためにお出汁の量とかいろいろ種類も変えてあのおせち料理を作るんだけどそういう煮物が本当においしいってあのお友達とか主人も言ってくれるので家では煮込みの女王ってて言われてるなるな、はい、ゆっくゆちゃんも作るでしょ みこみ作るけど適当でしょそんなもう何も考えてないで私やってるから <laughs>、えー、そうだから同じお料理ができないんですよあ,そ,あそれいいじゃないですか同じお料理でも毎回味が違うのがいいのよ <laughs> えー、そうなのかい いい人だわ、そう言ってくれるといいんですけどね。うん、そうですよ、本当。本当にえ、うん、じゃあ煮込みがでも煮込みがなんかこう上手っていうのは本当に家庭的な感じですよね。うん、そうなのかな<ー>やっぱり手をかけて皮を剥いて手をかけて煮込んでどんどんほら味が美味しくなっていくじゃないですか。その過程がすごい好き。 はあうん、で「うんあちょっと味見したこれちょっとお塩が足りないな」とか「あこれは何か入れた方がいいな」とかだから結構そういう興味があるので、うん、あのおいしいご飯食べに行った時に上手に聞き出すのがまたね上手なのみんな教えてくれるから。<laughs> <laughs> で私もよく聞くんですけど聞いても家ではやらないんですけど「うわおしいこれおいしい何入れたの?」とかっていっていろいろ教えてもらって「そうなんだすごいだからおいしいんだわね」って聞いながらも「あそんな手の込んだこと私はやらないな」みたいなこと思いながらでもおいしいものは外でねいっぱい食べられるからそれはそれでいいんじゃないですかしたね。 外食ももちろん好きだけれど、外食は週間に一回でいいかなっていう。あ、そう。お家でいろいろと料理したりとかするのがすごく。なんかね、ストレス発散になる。はい。私らにいらっしゃる方と一緒ですよ、木村さんも。あ、作る料理作るのがストレス解消なんです素敵素敵。私すごいストレス溜まる。溜まるしてる時はストレスが解消になるけど。ああ、そう。だって好みが違うからなんか完成するんだよ。 ご主人と好みは一緒なんですか大体,体？割と似てます。そこがすごくいい、うん、あの結婚生活ではいいのかなって思いますね。うねうん、だからお互いあのお休みの時はあのそれぞれいくつか作りながら、うん、もうキッチンでもう飲みながら作りながらみたいな。うん <laughs> もうパーティーみたいな感じで、うん、でも、そう言いながら、やっぱり体型は全然変わってないっていうのは。そうですね。やっぱ、そこは意識して。何にも意識してない。ええ。なんか、多分、十代後半から二十代中盤で。あの、すごい忙しい時間を過ごしたでしょ、うんうん、あの時に、その。脂肪層みたいな。うん、脂肪のできる、な、な、何かがそ。そ、うん、削ぎ落とされちゃったんだろうなっていうか。うん、もう、その、体質が。 そういうふになっちゃったって太らない,体質いな。だから、いくら食べても太れないです。うだ<え>、いや。いや、もう、なに、そうに言われるの、だけど。うん、あの、多分、うん、私みたいな体質の人は。きっと、あの、食べても、食べても太れないっていう。人いると思うんですよね。うん、太らないっていうか、太れないっていうか。うん、それは、ある種、まあ、いい、まあ、いいことっていうか、でも。多分。 痩せるるも太るのが大変だと思うえー、<laughs> だって太れるって言われること全部やってみたの。例えばどんなこと寝る前に、はい、例えばぼたもちとかチョコレートとか <laughs> ホットミルクにお砂糖いっぱい入れるとか <laughs> いろんなことやってみたの。<laughs> 寝る前におにぎり食べるとか <laughs> そんなことやってみたけど全然太、うん、らない。はあ でもそれだけももししかかてて動いいるからじゃなでですバレエだって週1だしピラティスもやってるけど月1だしまあうんそうねあとはまあ毎日ずっと時間さえあればストレッチしてるけど毎日やってるでも別にあのやろうと思ってやってるわけじゃなくて気持ちいいからやってるだけで。朝 起きてからやるんですか、寝る前もやるんですか。朝起きてすぐにベッドの中でまずストレッチをして。耳引っ張ったり、顔の、あの運動したりとかして。それから起きて鼻うがいして。鼻う,鼻うがいして。うん。いいですよ、鼻うがい。多分コロナにもいいんだと思うんですね。はあ、すあの、まだ、えっ、ー、と、花粉症っていう風な病名がついてない時に、うんうん、私多分二十。 3歳とか4歳で初めてなったんですけど、うん、風邪ひいたと思って病院に行って、うん、そしたら先生に「うん、ここのルーペに鼻つけて」って言われたからこうやって鼻持ってったんですよ、うん、そしたら「鼻じゃなくて鼻水つけてくれ」って言われてそれ、うん、で鼻 <laughs> 水をつけました。<laughs> で先生ルーペあのこう顕微鏡で見たら「あ花粉だな」って言って、うんで「将来これ花粉症」多分言われるよって言って。うん、で え先生どうしたらいいんですかってすんごいくしゃみと鼻水と熱も出て、うん、で、えっと、毎朝ぬ、えー、るま湯に、うん、あのちょっとしょっぱいぐらいのお塩を入れて、うん、溶かして、うん、鼻から吸って口から出す<わ>でこれを毎朝やってくださいと。うん、で例えばどっか地方に行ったり、うん、ロケに行ったりしてあの。 スギ花粉があったりするところだと、すっごくもう痒くなるから、そういう時はもうすぐに。そん花うがいしてって言われて、うんうん、だからもう、え、二十三歳、二十四、五。だから、四十年間、ずっと花うがいしてます、朝。え、本当?。で、そ,<う>それで、そしたら。それ。そし,れそしたら、まず、もう。あの、もちろん、その花粉があるところ、スギ花粉あるところに行くと、臭み出るけど。うん、すぐ。 その鼻うがいすると臭みも治るし涙も止まるし鼻水も止まるし全然ひどくないのへえ<ー>全然楽なんです鼻うがい,いいって聞くけどどう思だからね,ね風邪もひかなくなったあ、ね、す,すごくいいですよ<ー>だから例えば風邪ひいて鼻かんでもあの出たいんだけど出ない鼻もあるじゃないですか福鼻空の方に、うん、そ,うそれがね出るんでだどぼえへそうなのうん やってみ見てほしい最初はね片方の鼻の穴から入れればいいんだけどもうすごい上手になったから、うん、今も左右両方から吸って口から出す<ー>すっきりします,すだからどんなに寝不足でもすぐ目が覚める<ー>あ、<ー>すごい曲がリクエスト曲ですリクエスト曲です あなたのるしい、うん、あなたの恋し恋の衝撃何で音った、ね、時き衝撃を受けた、うん、私の心に滅またりたい一人受けた、うん、<coughs> あなた初めての。

中学1年とか小学校6年ぐらいだから郁恵ちゃんもまだね小学生でも多分テレビで歌ったんでしょうけどはい本日のゲスト増田恵子さんのリクエストということで朱里恵子さん「恋の衝撃」今おかけしたんですけど今一緒になって歌ってましたよね。大好きな曲ですこれはヤマハの 「あなたもスターになれるチャレンジオンステージ」っていうオーディションでソロでこのシュリさんの恋の衝撃とジョニーの伝言二曲を歌ってそれで合格してヤマハに入ってでヤマハでプロアマになってそれからクッキーっていうデュオになってそれからスター誕生を受けてピンク・レディになったっていう。 のあのオーディションだけじゃなくてスタタンの下見会でもそれぞれソロで歌ってくださいって言われて下見会っていうのがあったんですね決戦大会の前に。でミーもミーは朝岡恵ちゃんの可愛い曲を2曲歌って<ー>で私はこの曲とジョニーのデ話を歌って,渋いだって私も昔から渋かったんです <laughs> <laughs> 暗かったっていうかこういうなんかパンチのある。 なんかソウルフルな曲が大好き。へえ。1972年ですからねこの曲リリース。あ、72年か。そうなんですって。あ、そうなんだ。そして56年から。さあいろんなねお話をもともと聞きたいとこですけど、はい。せっかくこちらに来ていただいたので、はい。なみなみにもいろいろとね、はい。ケイちゃんのことを、はい。はい。でもなんかお話聞けちゃいましたねすごくなんか。そう。 あ、そうですか。なんかね、やっぱりケイさんおっしゃってましたけど、説得力というのか、ななからの声にそういうエネルギーがありますね。そうなのよね。聞きやすいって言ったらいいのかな。そうですかね。言葉がスッと入ってくる。そうそうそう。昔はそんなこと言われなかったんですけど、昔は。 歌声声は、えっと、なんだっけな絶望的ななって言われたんですね誰がそ私の,あの、えっと、ディレクターさんで川原さんっているんですけど昔のいちゃんの歌声は絶望的な声であんな血を這うようなだけど<ー>そのか弱いんじゃなくてすごい強い絶,絶望的な声絶対ただでは死なないぞみたいなそんな絶望的な声だったけれどって言われて。 たんで,すでも今ではイちゃん絶望的な声はなくなったけれどでもそこにすごくふくやかな優しさとかあったかさとか、うん、そういうものが加わってまたいい声になったねっていうふうに言っていただけるのねでよく知り合いがうちに来たりするんですけどすごい年上の人でもなんか私に身の上話をして「あいけないもう時間がなくなった」って言って急いで帰ってくんですけどイ、うん、ちゃんが何にも言わないけど「うんああそう。 そうね、とかっていう、そういう相ちみたいなのが、すごい心地よくて。うん、こんな話するつもりじゃなかったのに、なんで、年下の形者にこんな話してんのかしらとかって。言われるぐらい、なんか、うん、あの。声、安心するっていうか、うん、なんか。なんだろう。っていうふうに言っていただけて。うんね、どちらにしても、エネルギーがあるっていうことなんですよ。うんうん、独特なエネルギー、まあ、みんなもちろんそうなんだけど。うんうん、特に強い、やっぱりエネルギーを持ってるんですね。うん、で、おそらく、おそらくというか、うん、この、えっ、ー、と。 声の声というかその K さんの性質のベースになっているっていうのかなあ後ろにいる方を見るとあって思うんですねはい後ろにいる方っていうのはそのゆる守護霊というガイドなんですけどいますかえそうそうそう聞くような感じでびっくりされたけどが阿摩さんなんですよね阿摩さん阿摩さんなんです阿摩さんなんですあのモグラ阿摩さんじゃなくてえっとお坊さんの阿摩さんですね仏門に入られていた女性ですそうなのででこの方は K さんの過去性と言って生まれ変わる前のこ自分に なるわけですね。なので、やっぱりこう尼さんとかって、やっぱりそういったね、仏門に入って修行されて。まあ、時には人のこう身の上話を聞くとかね、うん、あの説法をするとかって、やっぱりあったりするじゃないですか。あ、やっぱこういうとこうが来てるんだなって思いながら、さっきからずっと聞いてたんですね。<ー>はい、私ね、ちっちゃい時からお墓参り大好きで。えい。いや、本当、<laughs> 父がお墓参り、あの父が三歳で亡くなっちゃったので。<ー>あの母がやっぱりお墓参りよく<ー>、兄と姉連れて。 言ってたんですね、はい、でここに来ればお父さんに会えるみたいな感じで、うんはい、だから。 よく、あの墓参り、お墓行って遊んでました、お寺大好きで。そう、だから、お寺が馴染み深いんですよ。だって、自分がずっとそこにいた。あ、そうか。そうなんだ。でね、小学校の時に、あの朝参りって言って、朝四時とかに起きて。あの本堂で、子供たちがこんなちっちゃな木魚を叩いて。あのお坊さんと一緒に、なに、般若心経を。よん、読んだりとかして。小学校五年六年生と、二年間ぐらい、お友達と、あそこに行く。 と、なんか美味しい。朝ごはんが食べられるから行こうって言って行ってたんですそうだからもうね。そういうところが記憶のもちろんね。こっちの頭の方に覚えてるわけではないんだけど、深いところに残ってるので、うん、そのなんかこう自然に引っ張られていったり、うん、そっちに惹かれていったりするんですよね。えー、はい、あそうですか。す,すごくね。あの色白のあの肌の白いね。色白のね。女性です。 うん。でその方があのこう見せてくれているのが実はあってこれがなんだろうって、うん、さっきからこれが一番最初にこの阿麻さんよりも最初に見えてたのが真っ白いバラが一輪一緒に立っているんです。えー、でバラが？そう真っ白い一本だけなんです。で真っ白いまあい赤とかあるじゃないですか。私泣きそう。まうん真っ白いバラが一本とにかく後ろに立っていて、うん、これが彼女の生き方っていうふうに。いやすごいうす、ね、どうしよう泣きそうです。でその あ、つ大事ですか。そう、それ<あ>意味わかります？あ、ごめんなさい、話聞いてなかはい、えー、ごめんなさい、そうそうそう。はい、その白いバラを見せていて、これが彼女の生き方って。で、そのまあバラってよくこう凛としたこう、うん、なんかしなやかさとか強さとか、うんうん、やっぱりそういう,うこう意味がこうあねこう言われたりするじゃないですか。でもそれを彼女は常にやっぱりこれをこう持とうとしてるって言うんですね。これを大事にしていけばあなたの人生っていうのは輝き続けるっていうふうに彼女が、うん。 言っていますでもこの白いバラっていうのが、うん、その圭さんのなんて表現がいいんだろう意識をこう変える意識を変えるっていうか意識を変える何かこうきっかけになっていて、うん、でもともと圭さんというのはすごくこうゼロか100かみたいなこうう白か黒かみたいな,なんかねそういう,こう激しいところがあっててだから何かこう一つものを言い始めちゃうともうその。 本当のことをもうわーってこう 言ってしまうので止まらなくなっちゃうとでもこのなんかねいろんなこと言ってるんでちょっと今まとめて話してるんだけど誰が言ってるんですかこのアマさんですアマさんでなんだけれどもその白いバラというのが彼女がその自分の意識を変えるきっかけになっているっていうちょっと意味がわかるんですけどそういうふうに言っていてでそれがそうこの彼女の今モットーになっていてこれをモットーに生きていけば彼女の人生は輝き続けるとにかくそういうふうに言うんですねうんすごい私ね あの、ばらって、まあ、昔はそんなに、いろんな色がなくて。いただく、お花は全部真っ赤なバラや、なんか、ちょっと。これ見よがしのすごいね、あの、まあ、華やかさはあるけど、あんまり好きではなかったんです。それよりは、百合とか、かすみ草とか、白いお花が好きだったんですけれど。ある時に、ファンの方から、真っ白なバラの花束をいただいた時に、もうね。 涙がこぼれて、うん、なんかもう本当にこう感動したんですよね。ええ、でこのバラの白なのに、うん、なんてこの凛とした、うん、ましてやそのすごい透明感と思って、うん、美しいと思って、うん、私あの,このバラを育ててみたいと思っそれであのまあその時に結婚するちょっと前だったのかな。うん、でえっと のベランダに仲良しのガーデナーさんにデザイナーさんなんですけどその方に「バラ育てたいんだけど」って言ったら「でも難しいって聞いてるけど」って言ったら「いや大丈夫けいちゃんだったらできるバラもあるから」って言って最初2つぐらい白バラの苗を持ってきてくださってプランターに。 どどんどん増えて今は11種類あるんですけど白だけじゃないんですけどねでもほとんど割と白っぽいお花で,でそれを育てていたらすごく気持ちが落ち着くのとそれからなんか自分の生き方が変わったもちろん結婚したこともあるのかもしれないけれどもそのベランダに出てその例えばまあお天気のいい時はいいですけど例えば。 すごい雨風が、すごい強かったり、台風だったりとかすると。その、まだ、えっと、苗木から育ったばかりだから。あの、茎が細いわけですよね。で、それがもう風にもう揺られて揺られて。もう、その土にも、顔をこう、こう、なつ,つけられるほど揺れて。 もうう折れちゃいそうだったんですよ、うん、心配で心配で夜中も何度も見に行って大丈夫かなと、うん、でも次の朝お天気になると何もなかったかのようにまっすぐ凛と立ってるわけ、うん、あすごいんだな白バラってって、うん、まあもちろん赤バレもそうなのかもしれないんですけど、うん、私が頂い,いたその白バラの苗は本当に茎が細くてそうかって いろんなものに抗うことって結局自分がの茎を折っちゃうことになるんだなと思ってそうかその風に風の抗うことなくしなやかに揺れていたらきっといいお天気になった時には何もなかったかのようにまっすぐと生きていけるんだなってすごく勇気づけられてそれからね自分の心の中がすごく穏やかになって。なるほど 今のののの私があるのは白バラのおかげなの、うん、えーえー、すごい、うん、だからその、まあ、今回40周年で,、うんね、で白バラはまあその頃からいっぱい写真撮ってブログとかに載せて白バラ好きって育ててる、うん、育てるって言ってるんですけど、うん、で今みたいなお話もあの文で書いたりとかしてたんですけど、ねね、で今回40周年でありがたいことに古巣のビクターさんからアルバムを出していただけるっていう時にタイトルが「 最初ここからっっていうタイトルだったんですねそうするとここからまた力から頑張るぞみたいな,、うん、なんか力が入ってるみたいな感じで、うん、いやそうじゃないです今までの、まあ、特に東京に出てきて歌詞になってからの,、うん、その私のこれまでの人生も私一切ゼロに戻したくない、うん、そのそれまでがあるから、うん、今の私があって。うん そそして,っていうのがそこなんですね、うん、で今までの私の紡いできた時間とか、うんうん、愛しくあの大事に生きてきたこの何ですかあの過去も全てこう優しく抱きしめて、うんうん、ましてやずっと一緒に歩いてきてくれたファンの方たちの全ても抱きしめてそしてここからまた新たに凛としなやかに生きていきたいっていう思いで「そして」てここから。 てんてんてんっていうタイトルをつけたのそれでその凛として行きたいというのは白バラのようにっていうイメージなんですねだからそのアルバムの中の CD の中にもあの2枚目のえっと新曲が5曲入ってるんですけどそちらの,あのセカンド CD の方はえっと白バラの 絵が描いてあります。えー、そうずっと一本だけでずっと立ってるんですよ。あ、そうなの。でもたった一本だけなんです。かっこいいな。そうだからこれがモットーなんですよね。オーラは何色が見えるんですか？オーラはね紫や黄色グリーンっていうのが見えるので、<ー>やっぱりね基本的には。 ね、絶望的なな声っっっってさっきおっしゃったけど癒すす人なんですよ<ー>やっぱりその声で癒すとかね存在で癒す。うん、でケイさんの場合は何で癒すかっていうと、うん、その経験からなんですよ結構やっぱり小さい時から大変な人生を生きてらっしゃるこう大変な境遇とかねやっぱりそういう部分も普通だったらこう今ご自分でもおっしゃってましたけどこうなかったことにしようとしたり、うん、見なかったことにしようとしたりその部分だけはちょっとこう端に追いやりたくなるものも、うん、全部まるっと受け入れるっていう、うん、このあり方って できるようでいってやっぱりできないんですね多くの人がそこで否定してしまったりするんですよ自分をだけどそれは必要ないんだよっていう電波を出してるんですよこれも全部あなたに必要なものあなたの人生に必要なものっていう電波を出してるんですよ<ー>はい<ー>ちょっと変な言い方なんですけどね<ー>、うん、だから私三歳の時に父が亡くなっ ですごい寂しね寂しかったし、えー、環境も、えっと、6歳上の兄と3歳上の姉がいて、えーはい、で母が働かなきゃいけなかったんですよね、うん、父がいなくなったからだから母のお姉さんのところ、はい、おばのところに預けられてそれも全部3歳なのに、うん、周りの、まあうん、大人たちが結構ここにいるのはねってこ,これこれこうだからこういう理由だよっていうのを誰も嘘つかずに本当のことを言ってくれてたから私3歳の時からその父が亡くなった時のお葬式 系のこともよく覚えてるし、いろんなこと覚えてて、それですごく大人だったんですね自分自身がね。だから今とあんまり変わってないの考え方とか。だからあの嘘は絶対やだ。本当のことを知りたい。でそれも全部自分であの納得して、そう。だから本当はえっと小学校上がるときにお母さんのところに戻るっていうことも。 あったお話があったんだけどせっかくおじさんもおばさんも育ててくれたから別に名前は変わるのはいずれ結婚したら変わるし私おばさんちの子になるって決めて自分で決めて多分それはあの人に決めてほしくなかったのかも分かんない自分で決めたんですなん。いいで歩いて30分のところに母たちもいるしだからあの。 あ、その時はもうちょっと離れてたか。そう。でも、あの、私は自分で決め、自分の人生を自分で決めてきたっていう。だから、人のせいにすることがない。うん、何かあってもね。そう。だから、なんて言うんだろう。その、見なかったこととか、なかったこととかにしようとかいう。ことが一切そういう考えが浮かばないですよね。 それはすごくねこう周りの人に実は言わなかったとししてても、うん、エネルギー的に影響してるんですよだからそれがなんかケイさんと一緒にいるとなんか肯定されている感じがする、うん、なるほどそういうふうにあの<ー>感じられるんです周りが<ー>、うん。だから生きて,生きているそのあり方がギフトになっているっていうことです周りへの。 うです<ー>私はもうねで逆です皆さんにすっごい愛してもらって、うん、愛されてありがたいなと思うから、うん、それをどういうふうに返していこうっていう、うん、なんかもう困っちゃう。 うんそれ山本リンダさんみたいですね。何見た？山本リンダさんみたいでした。ごめん。チャーな。あすいませんでした。も本当にそうですね。はい。うん。そうだからねすごい素敵だなというふうにそこ思いましたね。今の時代なんかね自己肯定感がないとかってそうねそういうのに言われてるじゃないですか。 でもそうやってけいちゃんといるといいんだよ、うんはい、っていううに言われるだけで癒されるんだと思う、うん、嬉しいですねう、うん、そうって言われると癒されるっていうのはそういうことねそ,うそ,うだからそれをやってない人がいいんだよって言っても全然説得力がないんですよけい、うん、さんだから説得力がそこに乗るんですねあ,あそうなんですかうん、うん、なんかでも私その自分のルーツっていうのはすごくねはい。もちろん父半もそうですけれど、ええ、また特にこう東京に出てきた時に、ええ あのうちの母に「何をしなさい」っていうのは何もないと「お母さんに何かしなさい」とか何もないけれどとにかくお世話になった人のことをもうその人と例えば縁が切れても絶対に一生感謝し続けなさいっていうふうにそれ母からのもう何て言うんですかねお願いだったんです。もももうその仕送りも一切いらない,何もしない,でいいらなな何しで ただ、うん、そういう自分と関わってくれた人に感謝をし続けなさい、うん、死ぬまでって、うん、だからなんか阿久、まあ、先生も、ね、亡くなっちゃった、えー、先生もそうですけどなんか自分のルーツであった、うん、お世話になった方たちと今でもつながっていられることがもう幸せで仕方がないのの先生のお墓参りにも、ねうん、一度あの。うん 言ってますし土井、うん、先生にも毎年カサブなんか送ったりとかそうするとママから電話があって「けい、うん、ちゃん今年も届いたわよ」って言って、うん、でママと最近ではもう大笑いしながら、うん「先生こんなことあったよね」って、うん、よく「アイスキャンディー好きだったよね」とかそんな話し,しながら、うん、なんかそういうそのずっとつながっていられることがなんか嬉しくて話,話せないの、うん、話したくないっていうか。うん、なるほどそう,そう それがでも人に伝わるんですねなるほどね嫌なこともあったでしょうしねもそうでそういうのはなんかこう捨て去りたいとか多くの場合はね思いますけどねでもやっぱりすべては自分の糧になるじゃない糧って言い方良くないけれどそれをどう自分が受け取るかっいうかそうですね そ,れそこから何を学ぶかっていうか、うんうん、で私その、えー、と20年前になるのかな「憧れ」っていうね自助伝を書いて、ね、その最後にだから20年前とかまで44歳の時結婚した頃かな、うん、その時にあの人との出会いっていうのは絶対に偶然はな,なく必然なんだって。うんうん、でそれはきっととこの人と 出会う意味がある、うん、きっとそれはなどんな意味があるんだろうっていうことを考えながら生きていく旅なのかなみたいなことが後書きに書いてあったのをすっかり忘れてて、うんうん、この間ある方とあの対談した時に「けい、うん、ちゃんの自叙伝の最後にこういうことが書いてあったよ」って言われて「うん、あ,あ私忘れてた」と思ってでも今はちゃんと答え持ってると思った。うん だからこの20年間で成長したんだなと思っていろんな素晴らしい出会いをちゃんと自分で経験しながらそこから学ぶものをちゃんと学んだんだなと思って私ちょっと成長しししたたと思っっっってて嬉くくなちゃゃすすご丁寧に生きらるんでね今ね言ってたことよく涙目がね皆さんに言ったりとかすることなんです偶然はもうほ必然に必然の偶然なんですみたいな。

あの話をしてると何にも悩みなさそうな方でも何かを抱えてたりとかそういうちょっとこう方向をなんかこう決めてもらいたいとかアドバイスしてもらいたいっていう人がやっぱりゲストに来られてたりとかすることが多いんですけど今日は「ちゃん何何しに来た、ね、<laughs> <laughs> 何もなさない多分切にあ切に来たんです」。

さあ今夜のお客様増田恵子さんでしたけれども、はい、えー、ソロデビュー40周年の記念アルバムがはい発売されてます。はい、うんはい、7月の27日そしてここから40周年アニバーサリープラチナアルバムが発売中です。うん、ビクターからです。はいそれで今流れてるのがデルソーレという曲なんですけれども<ー>あのえっとなんていうのかなこ今のこの時代にぴったりの曲なんですけどそのなんかこう過去をかかとで 蹴り上げたら、うん、あなたのつま先前向いいいててくでしょうっていうっ、えー、65年間生きてきたからこそ私が説得力を持って皆さんに伝えられるあ<ー>であんまり皆さんまだまだこう心が元気にならないうん、うん、前向きにならない私もそうでしたコロナが続いて、うん、その時にこんな曲をいただいて、うん、これを歌ってる時だけはもうめちゃくちゃ楽しいんですよ。<ー>で振りもついていてて <laughs> もう歌って踊ってたらす全て嫌なこと忘れられてこんな幸せになる曲絶対みんなに聴いてほしい歌ってほしい、うん、踊ってほしいと思って<ー>、はい、こんな曲新曲もあと阿久<ぁ>先生の未発表曲にあの恩師の徳良先生が曲をつけてくれた「ひまわりはうつまかない」とかあと宇崎隆道さんが書いてくださった「えっと 観覧車という曲これもあの久先生の未発表曲でなんか恩師2人にこう見守られながら、うん、この40周年の新しいアルバムをあの新曲を5曲もあの歌えてでこの中にまた「木漏れ日の椅子」っていうね、うん、ある程度年を重ねた夫婦が、うん、あの若い時には向き合わせで、うん、向かい合わせでお茶飲んだ同じものをね、うん、いただいたりするけどもう60も過ぎると。うん それぞれぞ違う自分の好きな器で自分の好きなものを飲んでで椅子に座る時は横並びだけど見てる方向は一緒だねっていう小びれ木漏れ日が2人で作り上げた築き上げた木漏れ日が2人をこうさんさんとあの照らしてるっていうもうね本当に素敵な楽曲をまた作っていただいてこれはあの「 えっとアルベルトさんっていうイタリアのピアニストが作曲をしてくれてもうね水彩画みたいいななな素晴らしい曲なんですよねなんかそういう素晴らしい新曲を5曲も書いていただいてそういうものも入ってますし。あの ああとはあのソロ曲今までの、うん、あのソロになってからのソロ曲とかあと、えー、昔のピンク時代の、うん、あのオリジナル曲だったりとか<は>あと洋楽をカバーしていたので<は>当時も一人でソロでね、うん、それぞれの,コンサあのそれぞれピンクエデのコンサートでそれぞれ着替えのタイミングであの 音楽をカバーして,てーそそ,<う>それがまた絶望的な声のそれ改めてもう一回これ、うんま、昔のリ<ー>クターさんにある楽曲なんでそれも入ってますし、うんうん、去年の十一月二十八日にソロデビュー日にあの生まれて初めての配信ライブをやって、うん、その時の楽曲も入ってますしあと DVD が ついてるので、それはえっ、ー、とデラックス版として入ってるんですね。もうりだくさ。そうなんです、ね。ね、さあ、波の日からもお知らせがあります、ねはいはい。ありがとうございます。はい、えっと12月の22日の当時ですね。今年も、うん、えっと両国,両国国技館で両国国技館でえっ、ー、とワークショップをね開催させていただきます。まあ、はい、ね、前、えーえー、前年もまあ昨年ですよね、えー。もうすごくたくさんの方に、えー、お越しいただいて、うんえー、皆さんとね、えー、自分の意識を変えて人生を大きく。えー いい方にね、うん、ポジティブな方にシフトさせていこうねっていう、まああのワークをね、お話とワークをさせていただきました今年はねもっとパワーアップしてそれをこう皆さんに提供できる、えー、かなというふうに、えー、僕も楽しみにしていますので、えー、ぜひね、えー、直感的ないいなっていうふうに感じられたら、えー、一緒にね、えー、この両国国技館のワークに参加していただけたらというふうに思います。忙しいね 来年十二月二十日でしょ。で、すぐよ。十二月二十五日は、はい。ケイちゃんのクリスマスで来ましょう。皆さん忙しいですね。はい。金ためておきましょう。はい。さて、明後日十月三十一日はハロウィンですけど、もう飾り付けをしているお店がねいっぱいあると思うんで、ちょっと見に行きませんか。いいですね。行きたいですね。去年は私さ今年はどんなコスプレしようかしらって何いいと思う？ノーメイクで歩けばいいのよ。ママは。 そうねゾンビドイヒちょっと <laughs> ドイヒーって古,古いっていうかう、ね、何懐かしい <laughs> それではナミナミからのワンポイントアドバイスですごめんなさいそれではナミナミからのワンポイントアドバイスです僕たちはねえ人生を生きているとポジティブネガティブっていう風にすぐにジャッジしますえ例えば何かである出来事が起きるとこれはネガティブなことある出来事が起きるとポジティブなことでも本当は現実っていうのは中立なんですね え何が起きていても中立ですだから結局その現実に僕たちがどういう意味付けをするか それだけなんですねだからどういう意味付けをするかは自分に任されているんだったら好きなように意味付けしてください一般的に多くの人がそれはネガティブなことよねっていうこともあなたにとってポジティブに意味付けしても別にいいわけですあ、これが起きたことは私のこれから先の幸福につながっているんだわとかあ、これが起きたのは私がここで気づいてえ、そしてもっと成長することによって素晴らしい人生を生きるためなんだわとかなんだっていいんですよとにかくあなたが自分の人生の主人公なのであなたが体験する日常をあなたが好きなように意味付けしてください ください。それがね、あなたの人生を開いていくことにつながっていくことを忘れずに毎日を楽しんでいただけたらと思います。波波、イケ、はい、ちゃんね、うん、春ルのコツプで決まったみたいよ。え、何になるんですか。ちょっとまだ悩んでんだけど。うん、悩むことないでしょう。<え>ハリー・ポッターのイケちゃんの当たり役よ。うん 鬼ババ校長でり鬼ババじゃないのあれは<え>違うの<え>私ね今年は久しぶりにピーターパイになるかしらと思って <laughs> シルク・ド・ソレイユに協力してもらって空を飛んじゃうのういいんですけどあれって年齢制限ありますよ、ね、ああるある郁恵ちゃん、うん、残念く帰る臭い臭い膜ながら校長郁恵 <laughs> ちゃん一言。